秋冬の新作紹介を行っております。ハイカットスニーカー、ちょっと気になっておりまして、うん、今回持ってきました。ショートブーツまでいかない、ちょっとハイカットで履いてもらえるこの丈感、どうですか？絶妙じゃない？結構絶妙に、なんかショートブーツまでいかないし、うん、あのスニーカー、普通のスニーカーよりもちょっと高い、うん、ちょっとハイカットなニュアンスで履けそうな、本当、こういう色並びになっておりまして、ネイビーと赤は前と後ろのコンビになっておりまして、ネイビーがグレートのコンビ、このテープがちょっとスポーツっぽい雰囲気を出しております。レッドは前がレッド、後ろがねブロンズになってるんですよ。かっこいい。これまたジャンボさんらしいいい色並びで、そしてテープが赤とカーキの色コンビとなっております。黒はねもう無難に黒で使っていただけるようにというところですが、ステッチをちょっと効かせて、あ、これがねおしゃれなんですよ ね、ちょっとカジュアル感でね、こういうテープが、グレーのテープがついております。外ファスナーで内ゴムっていうのがなかなかにこう両ファスナーでないところが、履くときはファスナーでずるっと足入れしていただきまして、履いた後はここでちょっとね融通が効いてくれて、あの細い方はもうこれねそのまま履けちゃうみたいです。おほー、楽ちん、うん、そう、ずるっと履くこともできちゃいますということで、実はこれ何シーズン前かな、穴開きブーツでやった、ああ、そう、あれなんですよ、そう、あれの穴がない感じの、そうです、そうです。で、その時はもう少しヒールの高いソールでやったんですけども、うん、今回は本当にスニーカーソール新開発のものを今回つけてみました。これが非常にいいのはスポーツモールドなんですけど、すごくやっぱり柔らかいですし、厚みがね前も後ろもしっかりとした厚みがあって、このように柔軟性がとても良い。そしてこれ靴になっちゃったら見えないんですけど、ソールがやっぱりこうお椀状にしっかりこう足をなんかカポーンって受け止めてくれるというか、このなんかお風呂の中にスコーンって入ったみたいな、そういうソールなんですよね。なので足が本当にこのくぼみの中にスコーンと収まる、この収まり感すごく気持ちいいので、ぜひ体感していただきたいなと思います。新開発の厚底のソールをつけたハイカットスニーカー、裏地もね、ちょっとここのかかとの部分が柔らかいのついてますよね。本当だ、ふわふわしてます。そうそうそう。で、前の部分はこれ裏なし、ここ全然裏がない状態なので、あのつま先のところはね、あの色落ち防止で貼ってありますけれども、ここは裏なしで、この革のほんとソフトなソフト感が足に伝わってくるというね。柔らかい。おー、これ柔らかいよね、うん、この革がナチューレという裏なしでも使える肉厚の上質な革なので、なんかちょっと表情もあってね、こうしぼ感があって、ここのしぼ感がね、うん、革ならではって感じでいいですよ ね。で、柔らかくしっとりとした革が、うん、足にこう直接触れるような感じで柔らかく履いていただけると思います。やっぱりちょっと主役になれる赤もあり、まあ、ネイビーと黒なんかはもう本当オールシーズン使っていただけるような色の取り合わせになっております。この後ろのテープもやっぱ可愛いよね。これがいいんですよ ね。ちょっとポイントになっております。さあ、赤とネイビーと黒、お店の方にはもう少ししたら並びますかね。オンラインストアの方でもチェックしてみてください。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。間違った。